皆さんおはこんばんちは、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。前回はヤングジョッキーズグランプリが開幕しました。いいスタートを切ったな。今回は残りの3レースをプレイします。このまま饅頭の優勝なるか。全部勝つ欲張りで草。それでは本編スタート。2戦目は芝の中距離戦か。どうやらここも人気しているようだね。くじ運が良いって言ってたもんな。この馬は差し馬みたいだね。特に指示話か。任せてもらおう。展開予想中、霊夢ロボによる分析か。スペックは低そうだが。何を言う、Windows ミーにセレロン搭載だぞ。確信に変わったわ。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。手足がつかないか。一旦押して中断で。先頭を争うのは2頭、光神道、江戸の花魁。その後ろは2馬身ほどの差でリサイタルツアー。4番手にはヴィンテージワイ。その後ろは2馬身ほどの差でニュースキャスター。その後ろは2馬身ほどの差でこのまま進みたいわね。ほとんど差はなく3番オンライン3。その後ろは2馬身ほどの差でシエラチャンピオン。その後ろは2馬身ほどの差でワールドヒストリー。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内からオメガスタイプ、外からコルネットコー。その外には13番ウィングゼロ。ちょっとペースが落ち着いたか。外から行こう。最後方に保留。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。江戸の花魁リードを広げます。光神道2番手を追走。その後ろは4馬身ほど離れてヴィンテージワイ。4番手を追走するのはリサイタルツアー。その後ろは2馬身ほど離れてニュースキャスター。その後ろは2馬身ほどの差でオンライン3。その後ろはまだ慌てても仕方ない。外から離れているのが気になるな。上がっていったのは13番ウィングゼロ。3コーナーカーブ。それに連れて11番、外から動いてる馬がいるが大丈夫か。すぐ後ろからは1番シエラチャンピオン。こちらも動こうか。すぐ後ろからは2頭並んで、内には保留、外からエージェントタンク。さて前に入られた500なマネを。江戸の花魁後続に2馬身のリードを取りました。力さばくか。得意の戦法見せてやんよ。中をついて上がってきました。先頭は江戸の花魁。2番手は1馬身離れて2番光神道。3番手にニュースキャスター。これから直線の攻防に入ります。ワールドヒストリー。うまく間見せたな。これで負けたら仕方ない。相手は前か。まだ足はある。ニュースキャスター後続に1馬身半のリードを取りました。2番手から足は上がったが、あと少し頑張ってくれ。ここから坂か。外から持っているな。オンラインスリープ。あと100を切りました。先頭はリサイタルツアー。赤一歩だが、リサイタルツアー今5位。わずかに及ばずか。力は出せたか。外の馬が強かった。2戦目は2着でポイント加算だな。これは相当アドバンテージね。とはいえまだ油断できないな。高野、大巻、勝田には勝てたな。翌日になって日曜日だぜ。ここもシリーズの2クラね。このレースはダートの中距離か。ここも人気か。くじ操作した？してないわ。最初は中段からか。了解しました。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ先手を食らうのはどの馬か。内に侵入しながら中段につけたいな。先頭を争うのは2頭、オームトラスト、ハットトリック。その後ろには4頭ほどが一塊で、君がいるから内を追走。中にクオーラルプラン、外には火の玉、さらに外からコロボックル。その後ろは隊列が悪くなっているが、こうなりゃ腹をくるか。上がっていったのは9番スピードアロー。それに連れて6番フロートスキャン。さらに一緒に2番リップルレーザー。その後ろは
4馬身ほどの差でセブンスアイデア、リコーナーカーブ、最後方にコムスターズ。さて先頭に戻りましょう。ペースは特段遅くはないけど動きつらい隊列だな。広がった隊列だな。内から攻めてうまく収まらないかな。4番手火の玉ほとんど差はなく、5番手からオームトラスト、その外にはコーラルプラン、残り 1000m ほとんど差はなく、14番ボヘミアンツバイ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内を追走するのはフロートスキャン、3コーナーカーブ、バイタルスパーク、外から、その外には2番リップルレーザー。ここなら流れに乗って捌くか。外はさすがに厳しい。さて先頭に戻りましょう。先頭を争うのは2頭ハットトリック、コロボック、最内はさすがに通れないな。外に脱出進路を探そう。先頭を争うのは2頭ハットトリック、コロボック、密集したところに入ったな。捌ける足はありそうだ。壁だらけだがどうする。霊夢ロボ、霊夢ロボは動作を停止しました。問題の解決策を確認しています。さっさと上とか5つスペース発見。足はまだあるぞ。ハットトリック、後続が迫る。2番手コロボックル先頭を追います。コロボックル抜け出した。2番手から君がいるから、その差半馬身。まだ化けてない。3番手にセブンスアイデア、先頭は君がいるから。セブンスアイデア抜け出した。セブンスアイデア、セブンスアイデア差し切って、ここは解消だった。セブンスアイデア、これで優勝は確定。答えました。よし、優勝確定で最終戦へ。そして勝田はどうしたんだ。さてウィニングランと行きましょう。ここも勝って締めたいところだ。最後は芝の 2200m 戦ね。大大帝は追い込み馬か。スカッと決めてくれや。やはり指示も後方からね。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。まさかのロケットスタートだ。スタートをスカッと決めてどうする。先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのは動かさなければ後続が追い上げてくるはず。こういうのって馬券買ってたらそのまま逃げろよって思うよな。気持ちはわかる。すぐ後ろからは2頭並んで、内にジャンヌダルク、外を追走するのはスペキュラー、上がっていったのは12番ミカドツカサ、その後ろに4番ジャスミンポンド、その後ろは2馬身ほどの差で星のアベンジャー、さらにすぐ後ろからはスカッと下がって中段になりました。足をためようか。サービスチャージ、外を追走、上がっていったのは2番コーポレート、その後ろは2馬身ほどの差でジェットフリーズ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にマグネットウォーク、外を追走するのはちょっと行きたがっているな。先行したかったな。先頭に戻りましょう。リコーナーカーブ、先頭入れ替わりました。マストリブリードは1馬身、2番手にはうちは狭いし外から行こう。ほとんど差はなく、14番スペキュラー、4番手ミカドツカサ、そのうちに9番ジャンヌダルク、中段からジャスミンポンド、さらにすぐ後ろからは10番サービスチャージ、ほとんど差はなく、7番大大帝、その後ろはここも追い出しながら捌くか。後ろの動きが気になるが、そのうちに3番リミットオーバー、後方から3番手にはコーポレート、3コーナーカーブ、しっかり前が壁だな。勢いつけて大外もありだね。後ろもまだ動きなし。マグネットウォーク、さて先頭に戻りましょう。先頭徐々に大外か。この位置なら引きつけてもいい。2番手にホワイトフィンガー、上がっていったのは12番ミカドツカサ、後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。後ろは勢いなさそうだな。このまま外に振って大外強襲。ミカドツカサ、その後ろに11番ホワイトフィンガー、ほとんど差はなく、6番マストリブ、これから直線の攻防に入ります。大大帝手応えがなくなったぞ。馬場のいい外でなんとか。勢いはあるぞ。2番手は接戦、内からマストリブホワイトフィンガー、ここでかわす。突き抜けた。抜け出しました。2番手スペキュラー、内ジャンヌダルク、外にはコーポレート、100を切りました。体勢決したわね。噛み締めてのゴールだな。大大帝、大大帝、今ゴールイン。大大帝優勝です。ブラボー。Thank you.
人気馬ばっかりだったけど優勝は優勝ね。そういうことにしておくか。さて最終結果は？家田の姉さんが2位だったのね。これでヤング界では1番だな。高野、大巻、勝田は残念だったな。ヤング界ってなんだ、ともあれ優勝できてよかった。ところで何か商品でも出るのか？400ポイントでした。いただきます。というわけで今回はここまでです。今回は安定した競馬だったな。人気通りとも言えるけどね。そして次回は2歳王者決定戦だぜ。雷神吹雪 VS ロンリープリンスね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。